以降卒業されて、不動産会社で3年間修業されて、それから入社に至るということなんですが、まず2000年に入社された当時の会社の状況といいますか、どういう形で入社されて、当時の状況について伺ってよろしいでしょうか。そうですね。入社した時はやっぱり身内っていうんですかね、親族関係に、一般の社員がいるっていう、総勢で僕入れて5名しかいなかったので、当時5名だったんですね。父も入れて5名ということでやってたので、非常に少人数の中で、不動産の売買と不動産の売買仲介を主体にずっとやってたんですね。だからそこから考えると、人もだいぶ増えてきて、規模感もだいぶ大きくなってきたかなというふうに思ってますけなるど。ほど。いつ頃までそういう、世界でいうと家族経営のような状態そうですね。だったんで僕すがか。帰ってきて、少なくとも5年間はその状態が続いたと思いますね。その家業から企業へ変わる瞬間といいますか、転換っていうのはどういうタイミングだったんですか。そうですね。まず一つのきっかけとしては、僕自身が、家業ではダメだなということを感じて、やっぱりおかげさまでそういった上場企業で勉強もさせてもらいましたし、企業として足りないものがすごく多かったので、それを一つ一つ潰し込んでいきながら、やっぱりもう早く企業にしなきゃいけないと。なるほど。で、ただ一足飛びにやっても社員もアレルギーが出てきますから、一つ一つ段階を踏んでやっていったっていうのが最初のきっかけですなよるね。ほど。その入社当時の経営状態はどんな状況だったんでしょう。悪くもなく、通常の。そうですね。父がしっかり頑張ってやってくれてましたんで、やっぱ信用というところに関しては地域から非常に支持されてましたし、ただそのままの状態を続けてたら今のうちはなかったかなっていうふうにも思いますね。不動産仲介っていうのだけでは、これも本当に水物で、今年あっても来年ある保証は全くないですね。だからその安定的なベースがなるほなかったっど。ていうところがあって、でちょうどその後にリーマンショックとかいろんなところそうがで来すたよ時に、幸いその時にはもうすでにその賃貸業ね。以外に管理業もやってましたから、安定ベースがある程度整ってた時だったんで、なんとか乗り越えられたんですけど、そこを手がけてなければ、ちょっと厳しい状況なにるあっほたかど。なスっトッていうふクうがなに。いそうですままね。フローだけでは乗り越えられなかったと。そのあたりからやっぱ家業から企業へしていかないといそうでけすないね。なというところが出てきたと。そうですね。それとやっぱりだいぶもう周りも高齢化してきましたし、家業の方が自由度はあるんでしょうけど、やっぱそれじゃ成長もないし、やっぱ優秀な若い人材を来ていただくためには、やっぱりきちっとした企業になっていかないと、やっぱり当然そういうところに自分の人生をかけようとは思いませんから、そういうふうにしていかないといけないっていうところが一つきっかけになってますなね。るほど。2005年に代替わりといいますか、会社を継がれるわけですけれども、その当時が一番つらかったというふうに伺いまそうしですた。ね。ぜひその頃のエピソードを。それまで実は代替わりする直前までは専務っていう形で、代表権も持ってはいたんですけど、専務という肩書きから社長になるだけだぐらいの思ってたんですけど、やっぱり世間の見る目は全然違ってきますし、自分が発する言葉一つっていうのも大きく変わってくるっていう中で、やっぱり今までのやり方ではなかなか社員に思いが伝わらない、そしてまた社員が辞めていくっていうような状況が続きましたんで、その時は自分にその経営者としての資質がないんじゃなかろうかっていうことを悩んだこともありましたんでね。社員さんが辞めていってしまうと。そうですね。やっぱり今でいうパワハラですよね。やっぱり激しかったので、やっぱり父が命を削って作ってきた会社なんで、守って当たり前で発展させて当然って思ってたので、やっぱり一つのその失敗とか一つの信用を失うようなミスっていうのをすごく僕は敏感に捉えてたので、そういったところを寛大に受け止められなくて、かなり社員を追い込んでたっていうんですかね。それにやっぱ耐えられなくて、社員の子たちはみんなやっぱ辞めていったというか、やっぱり全ての原因は僕にあると思うんですけど、そういう状況が続いた時はちょっときつかったですね。
僕青年会議所に所属してまして、はい、まあ、JC ですね、所属させていただいて、まあ、2006年にたまたまご縁があって理事長と職をやらせていただいた時に、当時メンバーが150名いたんですけど、はい、要するに雇用関係全くないんですよね、はい、そのお金の縛りもない中で、でも僕がこういう方向に進みたいんだって言うと、みんながそれを持って一生懸命やってくれるんですね。JC のメンバーが、そうです、そこに対価もないんですけど、でもその時にやっぱり人ってなんでこんなに動くんだろうと思った時に、実はその時にそのメンバー一人一人に頼むよとかありがとうとかお疲れ様っていう声かけをしてる自分がいるんですよね。でもいざ会社に帰ってくるとそれを言えてなくて、何やってんだバカ野郎ふざけんなっていうのはもう全く裏返しの言葉になってる状況があって、で本来はこちらよりもこっちが信頼してついてきてくれなきゃいけないのに、こちら側は よそ向いてこちら側はこっちを向いてくれるっていう状況になった時に、はい、あこっちでできてることがなんでできないんだっていう自問自答した時に、すごくやっぱり、あ自分甘えてるなと会社の中で、でここを自分自身が変わらないと、やっぱり社員自身が本当に心開いて信頼してついてきてくれることはないなっていうふうに思ったので、まあ、すぐにはなかなかできませんでしたけど、もう本当にありがとう一つ言うのも恥ずかしいような状況だったのが、こちらではスッと言えちゃうわけですよね。だからそれを感じさせてもらったあの時間っていうのは、僕にとってはすごく大きな時間だったかなと思ってますね。なるほど、その JC の理事長という役職を通じての気づきを最初の一歩としてどういうふうに行動に移されたんですか。ありがとうを言えるように頑張りましたね。頑張るって言ったら変ですけど、まあ、本当は言えて当たり前なんですけど、そのありがとうが言えなかったっていうところと、弱い自分を見せきれなかったっていうのがあって、常に虚勢を張ってたっていうんですかね、はい、だからそういうところから変えなきゃいけないということで、ちょっとずつちょっとずつ変え始めたっていうところですね。社員さんの反応はどういうふうに変わっていかれますか。どうなんでしょう。でも、まあ、ある時社長が一番変わったよねって言ってくれる社員が出てき始めた頃から、少しずつですけど、まあ、社員との距離も縮まって、社員との対話も始まって、でまあ、悪いことでも伝えてくれる。以前はやっぱりこう悪いことを隠そうとするわけですね。当然そうだと、そうするとやっぱりトラブルがどん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 大きくなっていくっていうことがあったので、まあ、そういうところで自分からこう歩み寄ってこう声を出してあげることで、随分こう距離がこう縮まってきたのかなと思ってますけどね。新卒を採用されて5年間離職ゼロというところで来てらっしゃると、はい、ネガティブな理由での離職ゼロというふうに。ゼロですね。ここ5、6年は新入社員は本当に入ってくれて、でまた辞めてないというところがやっぱうちの強みだろうと思うんですね、うん、またパートの方たち、パート社員の方たちっていうのも数多く入っていただいて、まあ、その中でもやっぱパート社員の方を、またパート社員の方が紹介していただいたりとか、また社員がまたうちの会社にいいだろうっていう社員を紹介してくれたりということで、まあ、社員同士の絆が非常に強いっていうのは、まあ、当社の強みだろうと思ってますけどね、はい、その会社づくりの秘密というか、具体的にどういう環境づくりをしていらっしゃるのか伺ってよろしいですか。そうですね、やっぱり、その若い社員っていうのは不安を持ってると思うので、はい、そのやっぱ不安をやっぱり一緒に共有してあげたりとか、うん、まあ、こう援助してあげたりとかっていうことが必要になってくると思うんで、そういう意味ではうちの会社は本当に年齢も幅広いですから、お母さん的な立場の社員もいますし、お姉さんみたいな立場の社員もいますし、まあそういう社員が常に意識して声をかけてくれたりとかしている関係で、やっぱり若い社員も安心して働ける状況はできてきているだろうと思っています。あとは人材教育っていう意味では常に研修とか、はい、そういったものにも特に若い子には経験をさせてあげたいということで、うん、はい、積極的参加を促してますので、うん、まあ、そういうのがすごく自信につながっていってるんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど、はい、その特徴の一つに残業もほとんどしないようになってきたというふうに伺いました。最近でこそですね、働き方改革ということでいろいろ言われてますけども、うん、まあ、当社本当に先んじてそういったことを考えてやり始めましたんで、はい、今ではもう本当に不動産業っていうのは非常に夜遅くまでやってるイメージが強いと思うんですけど、はい、うちの会社はもうほぼほぼもう8時前にはもうオフィスの電気は全て消えてみんな退社しているという状況ですし、どんなに定跡が残ってても、うん、若い子たちは自分の仕事が終わったら
もう帰れる雰囲気作りっていうのをしてますので、それが本当に風通しのいい会社作りになってるんじゃないかなと思ってますけどね。なるほど、はい、一方でこういくら帰っていいよと言っても帰れない状況だったりとか、その何でしょう、どうしても仕事の配分とかで帰りづらいっていう場合も、会社として何かサポートとかもされていらっしゃるんですか？うん、そうですね、あの若い子たちだけで残すようなことは絶対しないようにということで、一人で残さない。そうですね、あの上席が必ず責任を持って一緒に残ってあげると、うん、いうところで、そうですね、もうそれはもうそういうふうにしてますので、だから必ず部下一人にしないと、そこはもうやっぱ上席とチームとして一緒にやるということでやってますので、またそれも一つ心強い部分じゃないかなと思いますけどね。なるほど、はい、またこう社内 MVP 等もあるというふうに伺いました。はい、はいはい、会社っていうのは人材だと思ってますし、やっぱりどうやってモチベーションを上げてあげるかっていうことがすごく大事だと思うんですね。だからそういう意味では、まあ、様々な企画の中で、まあ、表彰制度っていうものも作って、はい、で年に1回ですけども、まあ、1年間を通して会社に多大なる貢献をして非常に活躍した成長した社員っていうものを1人選んで MVP っていうものを捧げてるんですけど、はい、まあ、当時はまだこう症状だけだったりとかしてたんですけど、はい、今しっかりとこう名前を刻んだクリスタルのトロフィーを作って、まあ、必ずそれを渡す。ここ数年渡した MVP の子は本当に感動して涙を流してくれたりとかっていうことで、まあ、我々もそういうことをやってよかったなっていつも思わせてくれるんですけど。なるほど。何かこう評価、明確な評価基準だったりとか、はい、投票の仕組みっていうのはあるんですか？あのもう最初の年当初に、はい、あの MVP の対象基準はこうですよとか、あのそういうものを明確に明文化してますから、まあ、それを必ず一人一人が持ってますので、それを一人 明文化されたものを、そうですね、一冊ずつ事業計画書の中にそれを入れているものをみんな手元に持ってますから、それをやっぱり意識してやってる子たちがやっぱり結果的にそういうところへの表彰になってますよね。はい、なるほど。それがある意味こう主体的に自発的にこう活躍できるフード作りにつながってるんですかね？そうですね、あのうちはあの実は社員と一緒に10年ビジョンというのを作りまして、はい、10年後の我が社はどうしたいかっていうところを一緒に考えて目指す姿っていうのを作ってるんですね。その中に実は社員像っていうところまでも明確に明文化してて、やっぱりあの能動的に動けて、やっぱりその想像力豊かに仕事を作っていける人間っていうものを、人材っていうものを必要としてるんだっていうことを書いてますので、ですからそういったところを意識してみんなやってると思いますけど。なるほど。会社の10年後を若手社員も、そうですね、ひっくるめて、はい、やっぱりそれをやっぱりきちっと明確化して、会社はこの道に進んでるんだよっていうことを伝えてあげることがすごく大事だと思いますし、実際やっぱりそれを作ってから会社の動きって大きく変わって、やっぱりこう社員がこう夢を持って生き生きと働ける状況になってきたと思うんですね。それまではもう毎年毎年トップダウンのやり方をしてたので、要するにトップの気持ちが変わるとコロ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 変わると、はい、でもそれをちゃんと中長期的なビジョンを立てて、そこを目指してやっていくんだよってことを、それも会社のトップだけじゃなくて社員と共に作ったっていうことで、まあ、共有できるものができたということでですね、すごくだから分かりやすくなったかなと。それを社員さんと一緒に作ろうってなったきっかけとかってあったんですか？やっぱそれもやっぱり何ですかね、トップダウンのやり方っていうのはもう流行らないっていうか、それではやっぱ会社としては成長がないっていうのがありましたし、やっぱりどうしても実際僕も若かったし、やっぱこう熱いところがあったので、やっぱ僕の顔色だけを伺って仕事をしてるっていうのは正直なところで、本来お客様を見なきゃいけないところが僕の顔色を見てるような状況が続いてましたから、これじゃいけないなということで、まあみんなで考えようよと、でそこに向かって会社としても最大限の支援をするよっていうことの中から始まったので、やっぱりこう社員が辞めなくて生き生きと働いてくれるようにするために大事な指針だなということで作ったのがきっかけですね。なるほど、はい。